iOS 8は Apple が開発しているモバイルオペレーティングシステム iOS の8番目のメジャーリリースである。2014年9月17日にリリースされた。2014年6月2日、WWDC2014 の基調講演で iOS 8が発表され、同年9月17日に一般配信が開始された。対応端末は iPhone4S 以降。 iPad 2以降、iPad mini 以降、iPod Touch。このバージョンで iPhone 4がサポートから外れる。デザイン面では変更はないものの、アップや各種機能の強化、サードパーティーの開発者向けに多くの API の開放を実施したことが大きな特徴となっている。リリース当初はバグが多く、動作も特に旧機種を中心に重くなるという事態が続発した。 アップルはそれらを改善するために iOS 8.01と iOS 8.02を立て続けにリリースし、その後 iOS 8.1がリリースされた。iOS 8では Mac と iPad で iPhone の電話に出たり SMS に返信したりできるなど製品カテゴリーの異なる端末間でのコミュニケーションを可能にするクロスプラットフォームシステムである連携機能を導入した。 連携には、ある端末で作業を開始し、別の端末で継続することができる、ハンドオフ機能がある。その他の変更点としては、より詳細な検索結果を提供するスポットライト、検索機能の拡大、家族が、それぞれのアカウントを連結させて、コンテンツを共有し、親の一人が権限を持つ管理者となる、ファミリー共有、文脈に応じた予測単語の提案を提供する。 クイックタイプを備えたキーボードなどが挙げられる。サードパーティの開発者は自分のアプリケーションを OS により深く統合するために通知センターでのウィジェットのサポートや iOS のデフォルトキーボードを置き換えることができるキーボードの作成機能などの追加機能を得た。また様々なフィットネスアップのデータを集約できる新しいヘルスケアアップや緊急時にロック画面で アクセスできるメディカル ID の有効化、写真を同期してクラウドに保存できる写真アップの iCloud 写真のサポート、ファイルをクラウドに保存して端末間で参照できる iCloud ドライブなど様々なアプリケーションのアップデートが行われた iOS 8.24では Apple はミュージックアップをアップデートし Apple Music というストリーミングサービスと B ーツ1という24時間ラジオ局を追加した iOS8 の評判は上々だった。批評家は様々なアプリケーションや端末間での操作を容易にする主な機能として連携機能を高く評価した。またクイックタイプキーボードの単語候補も好評でスポットライト検索機能の拡大は iPhone をほとんど全てのものを検索できる検索ポータルにしていると評価された。 しかし、iOS 8の可能性を最大限に発揮するには、サードパーティーの開発者が自分のアプリケーションを統合して、新機能、特に通知センターのウィジェットをサポートする必要があると指摘している。リリースからおよそ1週間後、iOS 8の iOS 利用シェアは46%に達していた。2014年10月には導入率が前月から1ポイントしか増えず、 停滞しているこ,とが報じられたこの状況はアップグレードをインストールするためには大量の空き、ストレージ容量が必要であり、特に最大ストレージ容量が 8GB または 16GB で販売されている iPhone では困難であることが原因とされた。翌12月には iOS 8の利用率は63%に達し、10月の測定値から16%も増加した。 連携 iOS8 では異なる製品カテゴリーのデバイス間での通信を可能にするクロスプラットフォームシステム連携機能を導入した iPhone にかかった電話を iPad と Mac で受け iPhone を経由して通話が可能になったまた iPad および Mac では従来のイメス下げの機能を拡張し iPhone に届いた SMS の表示にも対応した連携機能の一環で ハンドオフと呼ばれる機能が追加され、iPhone でメールを作成し、Mac で送信する前に、iPad で続きを行うといったように、ある端末で作業を開始し、別の端末で継続することが可能になった。ハンドオフと連携を使用するには、Mac が2014年10月にリリースされた OS10 に寄せみ手を搭載し、さらに Bluetooth ローエネルギーに対応している必要があった。 スポットライト iOS8 では多くのウェブサイトやサービスと連携し、スポットライト検索機能が拡大された。この機能には、ウィキペディアの記事の抜粋、地方ニュース、端末にインストールされているアプリケーションの起動、iTunes のコンテンツ、映画の上映時間、付近の場所、様々なウェブサイトの情報などが含まれている。スポットライトは iOS のホーム画面や、 サファリの検索バーで利用できる通知通知センターのデザインが変更されウィジェット機能が追加されたサードパーティの開発者は自分のアプリケーションにウィジェット機能を追加することで利用者がそれぞれのアプリケーションを開くことなく通知センターの情報を見ることができるようになった例として天気アップで現在の天気を表示したりカレンダーアップで 今後の予定を表示したりすることができる。インタラクティブな通知機能になり、メッセージに通知から直接返信することが可能になった。キーボード iOS8 には、クイックタイプと呼ばれる新しい予測入力機能が搭載され、キーボードの上に単語の予測が表示される仕様になった。アップルはサードパーティーの開発者が、 iOS のデフォルトキーボードを置き換えることができるキーボードアップを開発することを可能にした。プライバシーを保護するためにフルアクセスを許可という設定項目でサードパーティ製キーボードのデータをクラウドに同期させることを可能にできる。その他、シリの音声入力の使用不可、一部のテキストフィールドで入力を許可しないなどの制限は行われている。ファミリー共有 iOS8 では ファミリー共有機能が導入された。これにより、最大6人がそれぞれ固有の iTunes アカウントを登録し、親の一人が管理者となって全体をコントロールできるようになった。一つのアカウントで購入したコンテンツは他の家族と共有できるが、13歳未満が購入した場合は保護者の承認が必要となっている。13歳以上が購入したものは、13歳未満には、 不可視化されている。ファミリー共有はアプリケーションにも及び、各家族の写真アップには共有アルバムが自動的に生成され、全員が写真、ビデオ、コメントを共有の場に追加することができる。承認と購入のリクエスト機能により、誰もが App Store、iTunes Store、iVox Store のアイテム、アップ内課金、iCloud ストレージの購入をリクエストすることができ、管理者は 購入を承認するか拒否するかを選択することが可能である。マルチタスキングマルチタスク画面では、上部に最近電話した連絡先やお気に入りの連絡先のリストが表示される仕様に変更された。この機能は設定アップでオフにすることができる。その他 iOS 8では、ヨーロッパの利用者向けに設定アップにデータローミングのオプションが追加され、 海外でのデータ使用量をより細かく管理できるようになった。シリにシャザムのサポートが統合され、再生中の曲を特定できるようになった。Wi-Fi での携帯電話通話を可能にする Wi-Fi 通話機能が追加された。これにより、通信事業者は自社のサービスで Wi-Fi 通話機能を利用できるようになった。iOS 8では Touch ID を サードパーティー製アプリケーションで使用できるようになった。カメラカメラアプにはタイムラプスとセルフタイマーの2つの新機能が追加された。写真 iOS8 では写真アプに iCloud 写真が追加され、異なる Apple 端末間での写真の同期が可能になった。写真やビデオはフル解像度のオリジナルのフォーマットでバックアップされる。この機能によりフルサイズの画像ではなく、 低画質の写真を端末にキャッシュすることができ、ストレージ容量が限られているモデルでは、ストレージ容量を大幅に節約できる可能性が挙げられている。写真アップの検索機能が強化され、近く、1年前、お気に入り、家など、地理的な位置関係や写真の撮影日に応じて、様々な検索カテゴリーが用意された。さらに、写真アップでは、回転機能の向上、 ワンタッチの自動強調ツール、明るさ、コントラスト、露出、影などのより深い色の調整など、より精密な編集操作が可能になった。また、写真を削除せずに非表示にする選択肢も追加された。サードパーティ製アップのフィルターやエフェクトを、標準の写真アップのメニューから直接操作できるようになった。これまでは、エフェクトを適用するために、それぞれのアップで写真を、 取り込みや書き出しする必要があった。Apple は iOS8 の初期リリースにおいて写真アップからカメラロールアルバムを削除した。カメラロールは端末上のすべての写真を一覧表示する機能だったが、その代わりに最近撮影した写真を順に表示する最近の項目アルバムが追加された。しかしカメラロールの削除は利用者からの不満を招き、Apple は iOS 8.1のアップデートで機能を復活させた。メッセージ iOS 8のメッセージアプにはメッセージの通知を無効にするお休みモードやグループからメンバーを削除する機能などグループメッセージのための新機能が追加された。また新しいタップ2トーク機能で相手に簡単な音声を送ることができ短いビデオを素早く撮影する機能が用意された。 2分間の有効期限で短い写真、ビデオ、オーディオクリップを送ることも可能になった。設定アップでは一定期間後にメッセージを自動的に削除する設定が可能になった。サファリサファリでは開発者はサファリパスワード共有のサポートを追加することができるようになった。これにより開発者が所有するサイトやアップ間で認証情報を共有することができ利用者が アップやサービスに認証情報を入力する回数を減らすことができる。また、WebGraphics ググ API のサポートも追加された。iCloud Drive ドドファイルマネージャーに似た iCloud Drive App は、アップ内であらゆる種類のファイルを保存でき、他の iOS 端末や Mac にも同期される機能が追加された。App Store App Store では、開発者は、 複数のアプリケーションを一つのバンドルにまとめることができるようになった。また、新しいプレビュービデオによりアップの機能を紹介できるようになった。ヘルスケアヘルスキットは新しいヘルスケアアップと統合するアップを開発者が作れるようにするサービスである。ヘルスケアアップは端末にインストールされたフィットネス系のアップのデータを主に集約するが、歩数や階段の数は iPhone に搭載されたモーションプロセッサーを通じて追跡される。緊急時に備えてロック画面でアクセスできるメディカル ID に自分の病歴を入力することも可能になった。パスブック iOS8 のパスブックアップは iOS8.1 のリリースに伴い iPhone6 よび6プラスで利用可能なデジタル決済サービス Apple Pay に対応した。 ミュージック iOS 8.4のアップデートで新しい音楽ストリーミングサービス、Apple Music が導入された。加入者が定額制で無制限に楽曲をオンデマンドで聴くことができるサービスである。リリースに伴い、iOS 標準のミュージックアップの外観と機能が刷新され、Apple Music のほか、24時間生放送のラジオ局 Beats1 も追加された。メモメモアップは、 太字、車体、河川などのリッチテキスト編集機能や、アップ内で写真を投稿できる画像機能が搭載された。天気天気アップは、Yahoo の代わりにザウェザーチャンネルの天気データを使用するようになった。また、アップのユーザーインターフェースにも若干の変更が加えられた。2019年3月、Yahoo は iOS7 以前の天気アップのサポートを終了した。 ヒント iOS8 では新たにヒントアップが追加され iOS に搭載されている機能に関するヒントや簡単な情報が週替わりで表示される iOS8 は2014年6月2日に開催された Apple Worldwide Developers Conference で発表され基調講演後に開発者向けのベータ版が配信された iOS8 は2014年9月17日に 正式にリリースされた。このリリースをもって、Apple は iPhone4 のサポートを終了した。iOS8 は高い評価を受けた。インギャジェットのブラッド・モーレンは、複数の Apple 端末を所有する利用者にとって、連携機能が大きな進歩であると強調している。また、アプリケーションがデータを共有できるようになった機能や、サードパーティー製キーボードの対応も評価している。しかし、 モーレンはファミリー共有、連携、iCloud ドライブなどの新機能を使用するには Apple のエコシステムにさらに深く入り込む必要があると指摘している。モーレンは操作可能な通知機能と通知センターで対応されているサードパーティー製のウィジェットを特に高く評価している。ガーディアンのチャールズ・アーサーも 拡張機能や iOS のキーボードに新たに搭載されたクイックタイプの単語候補機能を評価した。一方で、デフォルトのアップを選択するオプションがないことや、設定メニューがわかりにくく、直感的でないことを批判している。テッククランチのダレル・エサリントンは、イメッサゲの改良点を称賛し、イメッサゲのグループ会話が導入されて以来、今まで欠けていた。 グループ会話のミュートや離脱ができるようになったことが最も良かったと述べている。エサリントンは写真の新しい検索、編集機能やキーボードのクイックタイプ機能を評価しているが、特にスポットライト検索機能の拡大を小さなサービスの追加ではあるが、iOS8 の優れた機能の一つとして取り上げ、これにより、 iPhone はほとんど全てのことを検索できるポータブルな検索ポータルになると指摘しているザネクストウェブのマーティンブライアントはここでの本当の進歩はまだこれからだとしサードパーティーの開発者が自社のアップに新機能を徐々に取り入れていく中で Apple は何ができるかのデモンストレーションを盛り込んでいるがボンネットの中にあるものの真の力は今後数日数週間 数ヶ月の間に実現するだろうと付け加えている。2014年9月23日、iOS8 のリリースからおよそ1週間が経過した時点で、iOS8 の普及率は46%に達していた。2014年10月、アルステヒニカのアンドリュー・カニンガムは、iOS8 の普及率が停滞しており、前回9月の測定値である46%から、 1>, 1ポイントしか上昇していないと報告した。カニンガムは端末単体でのアップデートのインストールには5イトが必要で8イトや1 6イトのデバイスを使用しているユーザーにとっては異例の大きさであったと指摘している。これに対しアップルは iTunes を使用してアップデートすること推奨したがカニンガムはアップルはこの3年間人々に i イデバイスをコンピュータから独立して使用するように指導してきたため iTunes での接続は数年前よりもさらに邪魔になるだろうと述べている12月にアルステヒニカが発表した新しいレポートによると iOS8 の普及率は16%増えて63%になっていたアップテイレジェント社の調査によるとテストでアップがクラッシュした割合は iOS 8では3.56%で iOS 7.1の2%よりも高いという結果を発表した。2014年9月 iOS 8.01のアップデートにより iPhone 6のタッチ i d や一部のモデルの携帯電話ネットワーク接続に重大な問題が発生した。アップルは影響を受けた利用者はバージョン8.02の準備が整うまで最初に リリースされた iOS 8を再インストールするようにと述べている。iOS 8.0には8.01の翌日にリリースされ、8.01のアップデートで発生した問題を修正している。2015年5月、記号とアラビア文字の特定の組み合わせのテキストメッセージを受信すると、メッセージアップがクラッシュし、iPhone が再起動するというバグが報道された。 このバグはエフェクティブパワーと名付けられておりロック画面にメッセージが表示されていると端末を継続的に再起動する可能性があったこの欠陥は他人の携帯電話を故意にクラッシュさせることで嵐の目的で利用された2015年6月にリリースされた iOS 8.4で修正された2014年9月 iOS 8の ウェーブと呼ばれる疑惑の機能について iPhone を電子レンジで加熱することで充電できるというアップルを模倣した鉄道広告が Twitter 上に出回った。この機能は実際に存在せずメディアは広告に記載された手順に従って iPhone を破壊してしまったことを Twitter で報告する多数の人々を引用した。ありがとうございます。